たしますのはハーフタイムショー、大きな拍手をお願いいたします。さあハーフタイムショー、今からですね、3人に登場していただきましょう。3人ね、まず3人誰やりますか。はいはいはい、さあ、ということでヤン博士親分の3人でございます。さあこの3人は一体何の3人なんでしょうか。それをお客さんが決めてください。さあ何の3人でしょう。まあ親子だ兄弟もあるし、なんか職業でこうだとかあると思いますけどもね。何の3人でしょう。はい、金魚すくいとヨーヨー釣りと射的屋。お、なるほど。誰がどれをするか分かりませんけど、あ、そういうのもあります。まあ縁日なのか何なのか露天商で。え、金魚すくいとヨーヨー釣りと射的屋ね、じゃあこの3人しましょうね、さあそんな3人が一体どこにいるんでしょうか。場所などこがいい。家、家な、家もいいけどな、家にいなさそうやもんな。それもいい、それもいい。他どうですか。いくつかん、墓は、あ、それなんやろ、それなんか考えたこともないな。墓場にしましょう、墓場。はい、今から、ね、その射的とヨーヨー釣りと金魚すくいの3人が墓場にいます。これを1分間で即興で演じていただきます。いいですね、1分間ですよ。いきますよ。まずはとりあえず見てみましょう。ハーフタイムショー、用意スタート。よし、よし、うっ、やっていく。ああって言って誰もおれへんな。誰やここで祭りがある言うたのは。聞いたんやもんだって。ほんまにもうこんな狭いとこで、ちょっと大体あの場所取りすぎちゃうんか。おいヨーヨーの分際で、おいお前あっち行けや。お前の射的が一番場所取っとるやん。ちゃんとお前破壊した上に物置いてこれ撃つようにしよう。間違わないやろ。おい大丈夫これ お前、ここはな、あの、お花いけるとこやね。あ、お前、ま、金魚入れんな。こう見て2匹しか入らん方だわ。え、いや、しかし、こんなとこ客来るのか。え、この人だ。破壊しか動いてる、破壊しか動いてる。ちょ、待って、いらっしゃい、腕、どうですか、射的。そこまで。これが1分でございます。1分はこれで経ってしまうんですよ。さあまあいきなりの設定だったんでね、無駄なところが多いわけですよね。削ぎ落としましょう。半分ぐらいで30秒ぐらいでちょうどいいストーリーになると思うんですよね。さあハーフタイムショー30秒用意スタート。よし、ちょっと誰もおれんな。え、おい、これ誰や、この墓場でこうしよう言うたら。そう聞いたんやもん。大体ってこれ場所が狭いのに、これ大体ちょ、金魚屋の分際で、射的屋の分際で何やこれ。俺はちゃんとお前墓場で持っていくようにゃ。どうりで金魚屋の分際で。え、おい、なんだったら、そぎ落としすぎましたおっさんがうろうろしてるずっと右から左へ、3人のおっさんがうおうさおうしてるだけ。墓場でなんかやってる、お祭りやってんのかな。墓場でお祭りやってるんですね、さあ、まだまだそぎ落とせる。15秒にしましょう。15秒で、よーい、スタート。もう、おーおーおーしてくれた。おー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 。いいですね、このおーおーをさらに凝縮しますよ。博士何を言うてんねん。博士おーおーしか言うてん。もうおーおーだけでどう演じられるかですね。7秒しましょう、7秒、よーい、スタート。よし、金魚、射的、おー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 おまだ行くよ、まだ。さらに半分、3秒、4秒、よーい、スタート。いいよ、よーい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 、
そうで、ずっと王を聞いてるだけ、梅田に王を聞きに来たわけじゃないんですよ。1秒にしましょう、1秒、よーい、スタート。うおー、そこまで。最初はセリフもあったんですけどね、何秒ぐらいからかおーおーだけになっちゃった。何なんですかね。こんな感じでやります。もう一回やりましょう。さあ、別の3人行きましょう。ご機嫌発車、ミーコ、マーティー行きましょう。さあ、この3人は一体何の3人でしょうか。はい、おちびっこから何でしょう。例えば恨みを持ってる幽霊、なんか続きものなのかな。幽霊だと。あ、これも面白い設定ですね。恨みを持っている幽霊3人は一体どこにいるんでしょう。ひらかたパークもいいでしょう。他はハワイ。他はホテル、 USJ、 はい、ペットショップ。なんだろうな、一番遠いのがなんかハワイがいいね。ハワイにしましょう。恨みを持った幽霊がハワイにいます。さあ、これを1分で演じてください。よーい、スタート。ハーフタイムスタート。さっきを3人乗せたら何やるんだろうね。やかましいからハワイ行ったかねえけど。続いてるわ。ハワイはすごい上手いじゃないの。ほらだろ、恨みをそれ忘れるの。忘れられないわよ。無駄な時間がやっぱ多いから30秒ですよ。よーい、スタート。さっきの3人もさ、何やのんな。だから幅ええなあ。いや、あんたら、いや、何できんの、あれできんの、それクラダンス、これね、恨みを晴らそうってのうん、晴らそうよ。晴らせないわよ。やめとけあんたが私のとこ取ったからよ。いいじゃない、別に。やめとけなんかあんたが悪いんだよね、あの女に願いたから。そら、こっちの方がいいに決まったんや。なんかやめろ。勝負よ。いや、それ無駄やねん。だから長いの、そこ、それを先ほどさんか、長いのを再現すな。さあ、15秒にしましょう。15秒スタート。いや、もうハワイ来たらフラダンスマンやな。やってないわよ。なんでやねんそこちゃうねん。そこメインかい。そこまで。そこがメインやった。7秒少々、7秒、スタート。やめよ。2秒ぐらいでそこ始めんだよ。そこまで。2秒経たないうちにもうやってたんですよ。さあ、3秒ですよ、スタート。そこまで。はい、続いて1秒ですよ、スタート。やめとけ。そこまで。それやったん、そこが無駄やと思ってたから。あれを見せたかったんよ。わからんもんです。本人はあれがメインになったみたいでございますけどもね。以上、ハーフタイムショーでした。